なくなってたしね。まあ、なくなるというか移転ですもんね。奥のところに実質移転ですもんね、これ。だからここが戻ることはないんでしょうね。ちょっと行った時に、ミニストップができましたからね。その後に。うちが一番このルートを使っとった時には、まだあっちの店舗の方が元気ですからね。バリバリ。あ、でもここの民放も24時間営業じゃないのか。ミップじゃなくなってたんだ。あれ何になってんのあれ。あれあれミニストップの看板じゃなかったな。24時間営業でもなかったし、あれあれ、いつの間に変わった。ごめん、全然気づいてなかった。マジでか。あ、案外そっか、堤防から入ってたもんな。最近ずっと大倉庫国道を突っ切るルートか、堤防の、長島の堤防の方から、中堤ですね。中堤の方から入ってくることばかしだったから、そういうやつ買ってねえのか、この間だけ。局地的に。ああ。衝撃的だ。やっちゃこった。左方向、そうだね、うん、左方向だと金の方に行けるように見えます。こっから曲がってたとどこだろう。アンバチのあたりから乗したいのかな。あ、まあまあそっちのルートでもいいんですけどね。この時間のね、ここの店舗はね、まあまあね、あのかっ飛ばす兄ちゃんが多いですからね、よりちょっと平和な道で行きましょう。まさにその、平和町の方に行くわけですけどね。よいしょ。どうしようかな。もう国道前に出ちゃってもいいけどね。この時間だったら。そっちの方のが。コンビニとかはあるんだよ。あっちの道は本当にコンビニも何もないですからね。だったらもうコンビニとかある国道の方まで出てしまってね。萩原の方から国道に入っちゃうっていうルートでも、存外悪くはないんだな。一度もし、いや、市内に入ってしまったら、それこそもう大の遅くゾーンですからね。やっぱね、暮らしたことがあるところは、道はやっぱ全然詳しくなりますよね。だから、ギリ、豊田市は暮らしてはいなかったんで、ただまあ4年間通ってたんで、やっぱ詳しいですけど、年数で言うと、それこそ豊田よりも、一宮の方が年数が少ないのか。まあ、豊田言うて丸4年に、プラス社会人になってからも仕事で行ってますからね。と比べると、一宮市の方のが、期間は確か2年ちょいですからね。ですけど、それでもやっぱ、住んで暮らしてたんで、一宮の方だから、一応めっぽう詳しくなりましたもんね。だから、うちの親父が昔、実は豊橋に住んでたらしくて、その影響で豊橋は本当、親父めちゃくちゃ詳しいですからね。もうもちろん住んでたところから40年以上経ってますけど、それでも詳しいもんね。新しい道ができたりとかっていうのはいろいろできたりはね、ありますけど、さすがに、ここ60年くらいは道の基本的なね、構造自体は変わりませんからね。また出てきたよー。いやー、もうこのまま攻めて国道行こう。その方のがね、いたっていう時にちょっと休めるところとかが、スポットが国道沿いの方のがありますからね。
なんなら西尾割中央道まで出るまでもある。この時間なら対馬のここの横を走って愛西対馬の方を横断するのもそこまで苦じゃないですからね。そんなにあのいっぱい店があるわけじゃないです。コンビニは点在してるんで、そっちのルートも頭に入れといてもいいかもしれないけど、まあでもまあ国道かな、西尾張中央道まではわざわざ出なくても、結局萩原のところからスーッとこっちの方にまた入っていけるんで、そう、一宮の道はとにかく5番の目状ではないっていうのが大きい特徴ですからね。いわゆる放射線状、蜘蛛の巣みたいな感じのイメージなんですよね。うん。ですから、ストーンと行く道はないから、ストーンと行くルートの前提で道を踏んでいくと、引っかかっちゃうんですよね。逆にね、そこのところを、把握していて、ちょっとくるっと回るようなルートのような感じで行くと、実はそれがね、斜めにショートカットできる道だったりすることがあるんで。国道も22号線以外はストーンとまっすぐ、貫いてるところがありませんからね。あ、だから名古屋方面から行くときは別ですよ、もう22号でストーンが、もう、王道かつ最速です。最速先押す。あれだね。さあ、さやだ。で、しまいも入ります。このところ。新しい、なんか。園芸関係のところの感じかな、農業系かな、うん、お店ができてましたね。あ、まあこんな感じで行動するとね、ちょちょっと24時間のねお店もあるんで、バイザーというのはね、そっちの方も使いますからね。好きよ、感じゃ。まあ、まだまだ長いっすよ、旅路は。言うて、まだ太平洋側ですからね。これだから日本海側の、しかも富山まで抜けるって話ですからね。俺、そういうのは富山は、車で走ったことないね。石川、あれ石川は、まあ、あるよな。あれ石川も自分の車ではないか。